回カメラあるの。そうそうそう。そうそうすごいっすね。100カメみたいな。挨拶しとかないと。よろしくお願いいたします。はい。はい。お願いします。お願いします。はい。MC の土屋圭一です。今月からスタートした土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソピア。この番組は私土屋圭一が東京 MX テレビ放送中テリー土屋の車の話の裏話、さまざまなゲストを招いて車に関わるあれこれをトークしていく番組です。テリー土屋の車の話の公式 YouTube でもこのラジオ番組の収録の模様を発信しています。ぜひ皆さんチェックしてください。そして今週は音響監督の稲ちゃん、はい、声優浪川大輔さん、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。先週さくらさんがゲストだったんですけど、土屋さんのこのラジオ復帰っていうね、うん、ラジオのお祝いで、はい、手土産を持ってきました。さあ今日ね、今日も必ず浪川さんもね、先週のこと聞いてるんで、まあまあね、必ず気使う方なんですね。あぶねー。何を持ってこられたんですか。あぶねー。すごいやる気を持ってきたんですけど、ね。やる気を持ってきた。ドラゴンボールから。やる気だろ持ってきたの。やる気をちょっと持ってきた。元気も持ってきたんですけども。元気も持ってきた。すいません、今度でいいでしょうか。また呼べと。はい、ぜひ。また呼べと。その時、前ね。手土産ってどういうのがいいんですか。それは土屋さんに聞いてくれないと僕は分からないです。気持ちが大事なの。ありがとうございます。なって合ってるってことだよ。うまいな。浪川さんもいろいろすごい代表作ありますよね、はい。もうね、今日3回目なんで、ちょっと浪川さんのデータ用意しました。はい。浪川大輔、1976年、はい、昭和51年4月2日生まれ。そうですね。日本の声優で、はい、東京都出身。はい。はい、現在、ステイラック代表取締役。おぉ。声優事務所。うんはい、ね、その上、今、学校もやってんだよね。今、養成所をやってたりしてます。うん、はい。もうかりまんな。いやいやいや、何の話するんですか。そうですか。車の話しましょう。テレビドラマの、白バイ野郎、うんはい、パンチ&ボビー、あーそうです、ね、の子供子役で、日本語バッキー会版でデビュー。はい。E.T. の主人公、はい、エリオット役で監督の、はいスティーブン・スピルバーグに認められ。おぉ本当おぉ、まあ、ネタなんですけど、はい、ネタなのか。ネタというか、ET って吹き替えをしないでほしいみたいのがあったんです、最初。うん、あ、そうなんだ。はい。なんですけど、やっぱ子供にたくさん見てほしいっていう映画でもあったんで、うんうん、じゃあ吹き替えるなら、もう一回きりにしてくれみたいな感じで、それでスピルバーグが声を自分で決めると。ってなった時に、まあ今で言うと、ボイスマッチって言って、うん、その、いわオーディションみたいなものって海外に出すのが多いんですけど、うんうんはいまあ、当時そんなことがあんまなくて、うん、で、送ったんですよ、船で。それで、声送って、じゃあこの子って言ったのがたまたま僕だったっていう、選ばれたのが。たまたまじゃないでしょう。でも、お会いしたこともないですし、スピルバーグさんに。そうね、だけど、浪、はい、川さんの声だけで選んだわけでしょ。まあそうですね、声で。はい、だからそこは美馬ちゃんすごいよね。すごいです。ありがたかった。スピルバーグが声だけで選んだ。いや、本当に。まあ多分日本語もそんなにわからないとは思うんですけども。ね、芝居を聞かないで声だけで選んだ。いや、芝居、それはちょっとまた語弊が、美馬さん、そうそうね、お芝居で選んでいただいたのかなと、ね。まあでも本当に、それからいろんな作品やらせていただくようになって。うん、そうだよね、そこから吹き替え、設計してるよね。はい、あ、じゃあ、そうですね。ネバーエンディングストーリーとか、グーニーズ。おぉ、はい、本当ですよ。すごいじゃん。誰もが見てる映画の吹き替えをね。うん、ありがたいことに。やってて、はい、やらせて。それぐらいすごいんです。すごいね。いやでも、そこからいろいろありまして、はい、その、何ですか、まあ、車好きになってった過程もあるんです。そう、なんで車好きになったんですか。僕、本当は、本当に、これ、いろんなところで言ってるんですけど、二、う、十、ん、歳ぐらいに、うん、その、チームに所属してなかったんですが、ライセンスだけ持ってて。持ってたの。はい。もちろん B 級とか、そのまさかプロジェクト D に加わってたわけじゃないよね。あ、じゃないですけども。それはないです、ね。そこまでのあれなんですけど、やっぱそのお金がかかるんですよね。かかるかかる。レースって、うん。で、やっぱ参戦しなきゃいけなかったりとかあるじゃないですか。うん、次のランクを取るのに、うんはい。でもそのチームに入るのにやっぱお金がなくて、うん、ちょっと断念せざるを得なかったんですけど、うん、本当にそのすぐ免許を取って、うん、結構僕の時代だと、うん、その本当、まあ、暴走族もそうですけども、はい、まだいましたし、うん、走り屋さんがいっぱいいましたし、うん、あとローリング族とか、うん、はい、ドリフトとか、でも見に行きましたもん、僕。あ、そう。好きで。川崎の浮島とかも、あ、行ったりとか。それ声優の。まだ学生時代、それやりながらだったんですけど。
話せば長くなるんですけど、はい、意外に闇歴史がありまして、はい、黒歴史、ね、あ黒歴史 闇歴史がありまして、はい、それちょっと聞きたい。いや子役でガー売れてって、うん、で僕がその頃耳にしたのは、うん、生意気な、はい子役がいると、うん、もう使わない方がいいと、うん、いう噂がすごく流れてたんですよ、はい、でなんで美馬ちゃんは浪川さんを使うようになったの？なんか改心してとても話を聞くような子になったからっていうんではい、はい、それじゃあちょっと一回オーディションでみたいな。そうです。じゃあそれまで浪川さんは天狗だったの？はい、あの14歳ですごい天狗になってまして、うん、なんて話ですかこれで、まあやっぱりなんだろう、こういろんなお仕事でこうやっぱストレスがすごい溜まってたみたいで、うんうんうん、それでやっぱり学校、まあ、あんまりその小学校とかもそんなにやっぱ行けない時期もあって、うんうん、それであのちょっともう嫌だみたいな、うん、ちょっと反抗期みたいなのが重なりまして、うんうん、それであの高校時代とかは、うん、あの部活に専念したりとかいろいろやってて、まあ、仕事は続けてたんですけど、うん、やっぱそういう態度があんま良くないと呼ばれなくなってっていうので、うんうん、今皆さんがおっしゃったように、うん、ちょっとこう感じの だからこそ車と触れたんですよ。そうそうなんですよ。あ、それがなかったら車の方行ってないで本当に役者をずっとやってて、もしくは免許と取らなかったかもしれない、ね、そうですね。やっぱちょい不良ってさ、うん、車入るよね。入りますね。もうすごいあの改造車でした昔。何乗ってたの？僕一番最初はあのスクラップ工場、うん、みたいなとこ行って、うん、で3万円でマーク2を買って、うんうん、廃車寸前の、うん、それをあの自分でいろんなのパーツ変えたりして乗ってました。あ、じゃあマーク2チェイサー時代だ。はいはいはい、ね、はい、FR4 枚ドア、はい、はいはい、そうです、はい、そうです、はい、そうです、そうです、そう、はい、でもうそっからですね、もう車が大好きでみたいな、うん、でも声優はやってんでしょ？一応やってたんですけど、うん、でも僕途中会社員もやってるので、うん、あのまあやってるんですけど、あんまりそれじゃ全然食べられなかったです。そう、あ、じゃあアパレル系に一回こう、はい、そのみゅみゅみゅちゃんじゃないけど、はい、生意気なガキだからって干された時代。そうですね、簡単に言うと干されてる、ね、はい、浪川さんも俺と同じ境遇があるんだ。あ、そうな、俺もこの業界2年干されてたからね。あら、あれそうですか。あのね、日産の R33GTR っていうのがあったの。はいはいはい、これ以上は言えない。気になる。いやでもね、でもう 今ピンときましたけど、はい、すごかったです。いやだからその時の艶さん、そう、それを暴露したら2年干された、この業界。あ、そうですか、うん、もう僕はあの伝説のその耐久レースやりながらラジオを放送したりとか、あれね、ドライブしながら、そうそう、レース中ね、レース中にレース中グループ A っていうレースが昔あった、はいはい、1990年代、はい、その頃フジテレビがレースしながら喋ってくれっていう、すごいですよね。今度はその後1995年、テレ朝がルマン24時間でレース中喋れっていうの。そうですよね。あれはね、結構辛いよ。やっぱそうですよね。結構辛い。どっちだけでも辛いのに。喋ると、はい、一周コンマ3からコンマ5秒遅くなる。ああ、やっぱ集中力ですね。そうね。ああ、すごい。あ、何喋んなきゃって脳が考えるじゃん。そうですよね。だコンマ3秒が遅くなる。そうですよね。いや、今、ルマンって聞いたから、眠らないように喋ってる方が、寝ないでいいのかなと。あなた何を言ってんですか。だからもうそういうのに慣れちゃってさ、はいはいはい、でだからベストモータリングとかホットバージョンはずっとバトル中喋ってるから、うん、そうだ、だからそういうのに慣れちゃって、だからレース中も普通にこうなんか喋れるようになってるテレビ局と、うん、へー、いやもうすごくないですか、そんな人いないですよ、ね、バカなんだよバカ。いやいやいや、違うんですよ、バカ野郎だよ本当に。真面目にレースやれっつの。喋ってる場合じゃねえだろって。でもレース中に喋るって今思ったんだけど、うん、あのレース中でもあのラジオとかなんかじゃなくても喋っちゃう時ってありますよ、ね。あるよ、あります、あります、ね。いやだからイニシャル D をやってる時に、うん、やっぱりあの作品の中でずっと車の中でここで喋るじゃないですか、うんうんうん。あれってみんな声優さんたちがこんなに喋んねえよなって言ってたんですけど。車が乗る側からするとなんで抜けねえんだとか、いや喋りますよね。
じゃあ、あのカメラとか搭載されてると恥ずかしいですもん、うん、後で見るの。そうだよね、はい、こんなに喋ってるかって思うよね。苦しい苦しい頑張れとか言って曲がれ曲がれとか言って。だから僕と成川さんでカート、まあ、三木さんも含めてカートのチームを作ってやってて、はいはい、でどんどんイニディのメンバーをこうカートに呼んだ時に、うんうん、高橋圭介役の関さんを呼んだんですよ。あ、はいはいはい、で関さんに一回練習でツインリングもうんうん、走ってもらったんですよ、はいはい、で一周したらカート飛び降りて走ってきて、うん、今さんイニシャル D でなんで車の中で話すかの意味が分かりました。僕ずっと喋ってるって言って遅えよ遅えよもうイニディ18年やってるあれはね、でもね、うん、新鮮だったんですよね、関さんからすると。ああ、そっか。キラキラした目で来てて、ね、これでなんか芝居変わりますって言って。なるほどね。印象的です、僕そで。逆にちょっと聞きたいんですけど、聞いていいですか、はいはいはい、車、なんで好きなんですか。車はね、だから僕は小学校5年の時に、日本グランプリっていうのをテレビで見て、はい、僕小学校の時なんだけど、その時高橋国光さんが、ハコスカ GT-R、敵はマツダのアレックス3。サバンナですよ。伝説もですよ。そうそう、その50連勝した雨の日、はい、それを日本グランプリのテレビを見て、もうそこからもうすぐ親父にスカイライン買え、うん、もうそこから高橋国光は神。そっか。で18で免許取って、俺の話はどうでもいい。いやいや聞きたいですよ。ゲストに呼んでるの。2000GT をね、うん、こう呼ばれて振るな、そこに。あ、そうか、浪川さんをゲストに呼んでる。いやいや、だから浪川さんの闇歴史の闇歴史の中にいたんでイニシャル D 入ってないんですよ。ああ、そっか。ああ、はい、はい。そうなんです。時代、時期的に。そう。だから、浪川さん、これからずっと登ってきてたら、うん、イニシャル D に入ってたはずなんですよ。うん、え、じゃあ、その浪川さんと三馬監督の接点はどこにあるの？ね、ポケットモンスターで。ポケモン、はい、鈴木やぐりの孫大好きなので。そうらしいですね。今度ピカチュウ用意しときますから。で、その、ルカリオという、そのテレパシーを使う初めてのポケモンみたいな言葉を喋るというか、言葉を伝心できるっていう役を、うん。そうなんです。え、どんな役なの？まあ、映画のポケモンの方の映画の、うん、その、ゲストポケモンみたいな感じで。ゲストポケモン？かわいいんですよ。すごく、はい、なんて言えばいいんだろうな、こう、ちょっと武士みたいな、うん、で、忠実で、みたいな、はい、トレーナーにすごい忠実で、はいはい、すごく話自体もいい話で、はい、それを初めてやらせてもらって、で、ポケモンってなんだろう、鳴き声はあるんですけど、うん、その日本語は喋らないんですけど、うん、心の中の言葉を喋るんですね、うん。波動は我にありとか言うんですけど、うん、テレパシーで伝えるのを言葉にするんですよ、うん、はい。そういうポケモンって今までいなかったんですけど、うん、それで初めて三馬さんとお会いして、朝4時とかまで収録して、うん、まあたまたま顔出しの役者さんがちょっと押しまして、うん、僕はまた先週のさくらさんの話、そう、細かくて面倒くさいやつだから、うん、いいんですよ、それは。それが、9時には終わる約束が、うん、その人の取りが12時になっちゃったんですよ、うん、で浪川さんずっと9時から待っていらっしゃってて、切れない何だよ、見まめやろ、ふざけんじゃねえな。あ、切れてたんだ、あの時は。いやいや、なるほどね。ずっと待ってんの、よく我慢。はい、ね。それも初めての僕と仕事だから、相当緊張して待ってたと思うんですよ。これ、美馬さんって怖いイメージが。あるあるある。みんな言うんですよね。すごい。そう、声優さんはみんな言う。はい。なので、こんな素敵なおじさん。細かい、うるさい。誰も聞いてくれない。はいはい、怖い。怖い、うん。っていうイメージあったんで、もう震えながら、うん、待ってました。震えてないだろう。でもやったら楽しくて、で ポケモン自体初めてなんで、うん、そのスタスタスタとこうアドリブでフッとかやって動いてるのに、うんうん、僕はこう人間っぽく入れてたら、うん、ポケモンは知りませんかみたいな感じでポケモンの説明から入るみたいな。マジで。はい。その浪川さんの喋りが気に入らなかったの？はい、泣き声が気に入らなかった。浪川さんの台本は読んでないの？いや、読んでますよ、もちろん。なんてこと言うんですか？なかったのね。読んでます、読んでます。じゃあ、でも、ポケモンの、初めてのポケモンだったんで、僕もそうですし、はいはい、でポケモン自体は知ってます。ピカチュウとかもちろん知ってますけども、はい、実際、このキャラクターは、はい、でもに、日本語も喋るし、うん、こう、鳴き声も、ちょっと人間っぽくやった方がいいのかな、なんて、勝手に自分の中で言ったら、うんうん、やっぱりポケモンは、まあ、ポケモンという、生き物というか、うん、そういうキャラクターなので、なんかその鳴き声もこうだっていう。その時に、じゃあ三馬監督からどう言われたの？
人間ではないので、うん、そのこのルカリオが喋ってるようにルカリオの鳴き声とはこういう鳴き声なんですって、ちょっと犬っぽいんですけど、うん、そのそれをちゃんと、守り通してほしい。だから、テレパシーで波動は我にありって言った後、腕を突き出すリアクションをやるんですよ、はい、波動は我にありってやるんですよ、それ、うん、イッて人間の気持ちであって、はいはい、波動は我にありっていう、自分でやればいいじゃん。いやうまいんすよ。うまいんすよ、すごい。だからこっちが参っちゃうぐらいうまいんで、でもそういうことでお風呂を入るシーンとかもあるんですけど、そこもこう、人間だったら、よく覚えてんね。みたいな、こう、ちょっと獣が。そう、使った後人間だと、あー、いい湯だ、じゃないですか。で、犬なんで、っていう。自分でやればいいのか、俺が。上手じゃないですか、やっぱり。っていうのを朝まで収録。もう休憩なしで、ちょっとなんか変な分かり合いみたいな。初めて仕事をしてるのに、終わったのが4時ぐらいで、はい、もう抱き合って、ほんと波川さん4時間もありがとうって言って抱き合って、なんかそこから僕と波川さんの関係が、あ、すごく僕に付き合ってくれて信頼できる役者さんなんだって、うん、じゃあさ、その最初にそのポケモンでしょ、はい、今監督がそのこの男って決めた理由は何なの？何川さん。めんどくさい男なのに、うん、ちゃんと向き合ってくれるっていう、そういう役者さんなんだって思った瞬間に、次も仕事しようって思って、そこからですよ、本当関係性できた。それから飲むようになったし、ご飯食べるようにもなったし。それは何年頃の話？それはもう、20年近いんじゃないですか。うん、あ、そう。はい。前です、ね。それがきっかけ。きっかけです。はい。だから波川さんもよく待ってたね、9時から12時までね。いや、まあ仕事ですからね。いや、仕事だけどさ。いや、腐らなかったっていうのは。普通腐るよ。そうなんですよ。だから腐って、うん、その音取りの時に腐った声にならない、うん、ああ、でも、ね、ちっちゃい時にそれはずっと、そこだけは、その待つのも仕事って言われてたんですよ。その子役の時に。子役の時はいやいや待ってたと思うんですよ。そうなんですよ。でも今回はなんか、取り返したいとか、今まで潰したものを何とかしたいっていう気持ちで、得よう得ようという感じですか。話やん。いや、よかった。いや、だから本当に、なんで男同士で抱き合ってこんな4時とか4時半泣いてるんだぐらいの感動でした、終わった後。僕の中でもすっごい満足いくルカリオが、監督もすごい満足してくださったんで。土屋圭一の車の話を見た、で電話すれば、番組特製キーホルダーが漏れなくもらえるそうです。ここで総合保険代理店プレソフィアからのお知らせです。プレソフィアでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しております。特にご相談が多いのががんに関してなんです。2人に1人がんになると言われている時代ですからね。実際にがん保険を選ぼうと思ってもよくわからないという声を多くいただきます。そこで今日は財布に優しいがん保険をご紹介します。保険の支払いって毎月のことですから、お財布に優しいのは嬉しいですよね。今日ご紹介するがん保険は1月最大10万円5年間ですから合計最大600万円受け取っていただけるんです。合計で最大600万円ですか。またもっと治療が長引いたり再発した場合でもこのがん保険は保証が一生涯続きますし、しかも無制限に何度でも保証を受け取っていただけるんです。無制限ですか。それだと仮にこう10年治療が続くと保証はいくらになるんですか。その場合は最大で1200万円まで受け取っていただけますし、さらに長引いても保証はずっと続きます。それは手厚いですけど、そんなにこう保証が手厚いとその分毎月の保険料が大変じゃないですか。本日ご紹介のプランでは、例えば60歳女性で月々1562円なんです。60歳女性で月々1562円なんですか。しかもこの保険は満85歳の方までお申し込みできます。80歳じゃなくて85歳までですか。85歳の女性なら月々いくらですか。月々2070円です。85歳でも2000円台ですか。
まあ、こうなると気になっている方もいるかと思いますけれどもね、どうすればいいですか？まずはコールセンターにお電話ください。満85歳まで男性でも女性でもご案内可能です。年齢や体調に合わせた無料のパンフレットをお届けします。でも電話したからといって保険に入るとは限らないですよね。パンフレットを見るだけでも OK です。また土屋圭一の車の話をご覧になってお電話をいただいた方へ特典としてもれなく番組特製キーホルダーをプレゼントします。資料請求だけでももらえるんですか？では電話番号お願いします。お問い合わせは 0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。年齢や性別、健康状態によってご案内が変わる場合もあるため、まずはお気軽にお問い合わせください。無制限に受け取れるがん保険が60歳女性で月額1562円の保険料です。さらに土屋圭一の車の話を見たで電話すれば番組特製キーホルダーがもれなくもらえるそうです。お問い合わせフリーダイヤルは 0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。ちょっと僕また聞きたい話なんですけど、なんですか？ちょっと、あのレーサーって僕行って一回目指したこともあったんですけど、結局慣れなかったんですけど、下世話な話なんですが、レーサーって儲かるんですか？ピンキリですね。ピンキリ、だからその今の一番儲かってるドライバーからするとスーパー GT のドライバーですよね。スーパー GT でトップを走って、まあトヨタ、日産、ホンダ、このドライバーになると、まあ、最低でも2000万から、まあスーパーフォーミュラも兼任してますけれども、2000万から6000万ぐらいのドライバーはいますよね。すごい。あの、2000万から6000万。あ、年収で。うん。毎月もらえるんですか？いやいやいや、年間。年間で、そのドバッて行き、2000万とかもらえるんですか？そうです。一気に。一気に。うわ、なんか、ね、小分けにしてほしいですね。だけど、そこから落ちぶれていくと、やっぱり年収300万とか500万のドライバーいっぱいいますよ。あ、そうなんですね。内田さんごめんなさい、細かくなってくるんですけど、その2000万の中には、その、練習とかセッティングとかも全部入ってるんですか？全部入って1年間での契約だから。ああ、そういうこと、ね、そう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 。じゃあ何日抑えられるかわからないと。わかんないわかんない。あ、そう。だってスーパー GT が年間8回あるでしょ、はい、で、その他にスーパーフォーミュラもあるでしょ、でアルバイトしてるドライバーもいるわけですよ。スーパー耐久っていう。で、そういうのも3レースもやってるドライバーもいますからね。で、やっぱ海外で稼いでる平川みたいのはもうトヨタの専属ドライバーで、もうヨーロッパ専門なんですよ。で、おそらくですよ、平川あたりでトヨタのエースなんで、最低でも年間5000万はもらってるだろうな、みたいな。だから本当にピンキリ。すごいっすね。だって GT300 のドライバー持ち込みが多いですからね。やっぱ、そっか。いくら持ってくれば乗れるよっていう。あとはもう、そのもらってる、年収300万、500万もらってるドライバーもいますけど、やっぱ GT500 のドライバーほどはもらえない。厳しいっすね。そういうことはだよ。土屋さん現役の時、運を曇らってたって言ってたから、そんな噂を聞いたから、どんだけ駆け巡ってたか。そうですね。だって土屋さんとおとろけ、イニシャル D のおとろけとかって、ヘリコプターで来てたから。やばやばいでしょ。税金払うよりは、ヘリ乗ってたんすか？そうだよ。ヘリ、おとろけのドライバーだけのためにヘリで来る人いる？聞いたことないでしょ。だから現役の頃は、本当に金って湧いて出てくるんだなって思って。いや、めっちゃ面白い話じゃないですか。だって六本木で飲み代が年間4000万ぐらい飲む。年間4000万飲み代？今考えれば本当鈴木アグリがバカだね、あんたはって言われるのはわかるよね、今はね。すっげえ、夢ありますね、でも。まあ、逆にね、レーサー。夢はありますよ、夢レーサーってことですね。そうですね。それが活力になってたし、まあ、さっきの話だけど、やっぱ車の中でこう、ストレスというかさ、ですよね。我慢っていうので、アドレナリン出まくってるでしょ。バランスを取るんですよね、だからね、そうやって。面白いよね。
面白いよねってサクって言ってますけど、すごい。いや、なんか使わないやつもいるんだよ。お金をですか。うん、年間5000万も6000万も7000万ももらってるくせに、はい、全く使わないやつもいるよ。自分の車にお金かけたりするんですか、そのプライベート車に。いや、俺はさ、やっぱこう世話になった番組のスタッフだとか、テレビ局もラジオ局も雑誌もそうだし、はいはいはい、そういう、その、なんだろう、その頃って、うん、ペーペーのやつらと一緒に、六本木のクラブ活動してた。クラブ活動で、今になったらもう局長になってるわけよ、そういう、そのペーペーがね。ああ、そうですよね。だそういう、まあ、奴らって言っちゃいけないけど、うん、やっぱその頃、苦楽を共にした奴らがみんな偉くなっちゃって、はい、局長とかさ、編成局長とかになって、はいはい、フジテレビでもそうだけど、うん、そういう人たちが振ってくれるよね、今仕事をね。いや、大事だよね、人間関係。本当にその時に土屋さんが可愛がってたっていうか。そう、同じかまどの飯を食うじゃないけどね。そう、鈴木役に聞いてるか。ちゃんと俺が使った金は生きてんだよ。そう、気になってると思いますけど。でも、そういうところで言うと、声優さんって、まあそういうのがだんだんなくなってきてるよね。まあでも生産はその本当一本一本なんですね。あのギャラという、うん、例えばアニメ一本とか、うんうん、吹き替え一本とか、うんうん、まああの日雇いというかその都度都度なので、うん、だってそこは一緒だと思うよ。我々の世界も日雇いだよ。一、うん、年間でクビになるから。あ、そうだ、ね、そう、年間で契約だ、ね。今年5000万もらってても、うん、来年の契約なかったらゼロだよ。そうっすよね。ゼロの可能性あるんすもんね。三川さんたちはゼロないからね。厳しい世界なんですね。で、うん、声優は儲かるの？声優ですか、うん、まあ、ぶっちゃけた話しますと、うん、多分皆さんが思っている以上には儲からないと思います。え、そうなの？一本一本が安いんすよ。え、そうなの？だから、なんか、華やかなイメージはありますけど、例えば、アニメ一本のギャラっていうのは、うんうん、多分皆さんが想像しているより全然安いですね。あ、そう。うん、それは、はい。例えば、本当です。あの、すごい人気作品に出ました。うん、3ヶ月、ものすごい売れました。うん、その作品が。うん、だから、いっぱいもらってんじゃないかと、主役とかは。思うんですけど、その一本だけだったら生活できないです。できない？できないです。できないですね。2本でも、レギュラー2本持ってて、それが爆売れしてても、生活できないです。日本持ってて持ってても、ただその先が変わってくるんですよ。そうなんです。一本ヒットを飛ばすと次の年ってキャスティングが増えてくるんですよ。あの人気番組で出た人欲しいになって、バイバイゲームになっていく場合があるあります。えっていうと、じゃあ声優さんってさ、うん、年間何本あれば年間飯食えるの？まあそれはその生活、どんな生活するかにもよりますけど。これがですね、まあ難しい、あれなんですけど、うん、アニメだけでは食えないです、うん。それで、彼らは今、イベントとかあるんですよ。ああ、そっか。こっちが意外と、マネーが良いみたいで。すごい番組ですね。本当だよね。こんな深いディープな話大丈夫ですか？すごいですよ。まあ、日中時ですからね。まあですね。はい、まあでも本当そうで、あの、まあそれぐらい、なんだろう、本当に、一本一本を、うん、あのお金じゃない部分もあったりとかですよね、うんうんうん、そういう意味では、うん、まあだけどそこはさ、あの声優さんも我々レーシングドライバーもそうよ、うん、ね、1年でクビになったら来年ゼロになる、うん、そうですね。じゃあなんでやってんの？好きだから、うんうん、ああ、いい話、ね、好きだから本当やってる、うん、そうですね、うん、だから本当 GT300 のドライバーなんかはさ、その持ち込みでやったりするけどさ、うん、まあ、久保凛太郎なんかほらね、今ちゃんはい、もうこの小僧みたいな、はい、顎で使ってるけど使ってどんどん俺悪い人やっぱでも本当にその好きだからだよ、うん、そうですね、持ち込んでも乗りたいっていうさ。そうですよね、うん、だからそういう子たちをさ応援してあげたいんだけど、やっぱこう世の中って冷たいよね。うーん、でもそういう中で、そう、そういう中でさ、我々は生きていかなきゃいけないわけじゃない。生きてきたんです、ね、な、実力の世界だよね、はい、本当そう思います、うん、まあでも浪川さんもそうだし俺もそうだけど、イベントの方が儲かるよでもまあまあ、まあ、あの落合さんも本当にね、イベント僕は関係ないのでね。あ、関係ないね。そう、音響監督ってそうなんですよね。そこにうちは儲けを見出せないので。いや、僕もう土屋さんの顔見るためにヘリがもう浮かんで浮かんで仕方ない。いや、面白すぎて、もう。なんか浪川さんにやってほしいな。このイベント。ね、そう。ヘリ長から、あの、大宮の会場にヘリで来たとかっていう。いいね、いいね、いいよね。なんか。いいね、ヘリいいっすね。ヘリいいよ。やってほしい。そしたらいろんなとこ行ってその話できるじゃん。そうですよね。いや、でも衝撃だったから、本当に。
その運転される方が町屋さんは知ってたけど、はいはい、ベストモータリングでだけど、ヘリで来るって俺間近でそんな人いなかったからさ。あですよね。いやだけど本当にその時代ってその奥稼げてたからさ、いろんな、うん、まあ、全部ひっくるめてね。まあでもそれぐらいの、その対価がある方だったってことだとは思うんですけど、ね。いや、それも自腹で払ってるってことだよ。そうですよ。そうだよ。そうですね。だから自分のお金でってことですね。そうそうそう。通輪管制試験で契約して、その会社が払うんじゃなくて、うん、社さんが自分で、そうだね、それの方が早いからっていうぐらいで多分いらっしゃってると思うんだけど。そうですよね。いや、破天荒です。いや、もう面白いですよ。あ、でもあれ、このレース、なんかレース出たいとかあったんですか、うん、やっぱり世界の三大レース、ルマン24時間は、やっぱりこう、ドライバーとして夢だよね。あそこに行きたい。そうですね、あそこに名前を刻みたい。はいはいはい、日の丸あげたい。あ、君がよ聞きたい。オリンピックと一緒なんですね。いや、一緒ですよ、本当に。国を背負って。やっぱりね、その高橋国光さんが1970年代からルマン行ってるでしょ。はいはい、あれがね、やっぱりこう自分の中ではレーシングドライバーはそこに行きたいなっていうのが夢だったよね。うん、やっぱそうですよね、うん。声優でもそうですもんね、あの作品やりたいとか。うん、あ、やっぱりあります。出たいなとかいうのは憧れみたいな、うんうん。なかなか出会えない。全部に出れるわけじゃないので、やっぱり。そうだよね。はい。三輪さんはヒット作いっぱいやってます。いっぱいあるよね、三輪さんはね。うん、まあ今あの浪川さんと MF ゴーストと一緒させてもらってて、はい、だから楽ですよ、うん、あのずっとカートやってきたんで、うんうん、こうなんか座席に座ってる雰囲気が欲しいんですよ俺、声の中に、はあ、だけどアフレコって立ちながらやるじゃないですか、津屋さんも経験されてますけど、はいはい、マイクの前にこう直立してやるじゃないですか、うん、そうするとね、なんかね、こうなんだろう、座ってる雰囲気が出ないんですよ、うん、こうでも俺らってあの車乗るときはお尻目いっぱいつけて後ろ背中つけるじゃないですか、その雰囲気が欲しいんですよ、警戒する、ハンドル握ってるとかステアリング握ってる感じが出せないですよね、難しいですよね、そんで車200キロとか250とか出してるときに叫べないじゃないですか、うん、よしここで抜いてやれとかできないじゃないですか、それなんか嫌なんですよ、大きな声でそういうなんか漫画っぽいのだから、もう本当に慎重にアクセルを踏みながら、はいはいはい、ここで抜いてやるっていう絞り出すこのテンションが欲しくて、うん、その浪川さんぐらいになるともう車知ってるんで出てくるんですけど、他の若い人たち車普通に、なんだ、移動手段として乗ってる人はここで抜くぜとかって言うんですけど、そんな気持ちを出してハンドルひねっちゃってるよみたいなだそういう声優さんは MA コーストは座ってやっていただいてます。ああ、そうなんですね。あ、そう。はい。で、ちょっと雰囲気が、その椅子の雰囲気が分かんない方は、駐車場に置いてある、私の車のバケットシートに座ってもらって、うん、こんなに窮屈なところで、うんうんうん、肘がもう、キュッと内側に締めて、ハンドル握らなきゃいけない空間にいるんだよ、っていうことを教えてもら、うん、から、スタジオにすぐに戻って、はい、今の雰囲気をすぐに打ち入ろう、って言って、やってるんですよ。そんな音響監督いないっすよ。まあ、細かいよね。細かい、うるさい。うるさい。でねね、ちょっと先週から今週にかけて、うるさい、めんどくさいとか、なんか、暑いとかさ、なんかそういういい言葉にして、言い方が、言い方が。どんどん俺の仕事減ったら、誰が責任取ってくれるの？暑い。暑い。暑いよ。ありがとうございます。暑い男です。もう今もう暑くて、本当に。いや、そっちが暑いじゃないですか。暑さも高まってきたことですし、はい、そろそろ番組も。はい。はい。はい。あっという間なんですよ、30分って。はい、もう、今週、浪川さんだから時間相当持て余すなと思ってたんですけど。はい、なんてこと言うんですか。どうでした、この30分間。いや、もう、もっと聞きたいこともありますし、でも、なんか、その、本当にトップレベルの方、土屋さんと話せるっていうのは、僕も本当に憧れですし、こうやって話すの初めてだったんで、あ、そっか、楽しい時間でした。そうですね、本当にありがとうございます。よかった、本当よかった。はい、さて、番組では皆さんから話してほしい内容ですとか、読んでほしいゲスト、まあ、浪川さんレベルの方を呼んできてよ、みまちゃん。はい。お願いしますよ。ぜひ皆さんもね、ね、あの、こんな方は、とかっていうね、声優さんいらっしゃったら。そう、うん。メッセージを添えて、番組ホームページからご応募ください。お待ちしております。お待ちします。そして番組では、X や YouTube もやっております。スタジオの模様もアップしているので、ぜひフォローしてくださいね。感想は、ハッシュタグ、車の話をつけてポストしてください。そして東京 MX では毎月第1、第3、第5週目の日曜日朝8時から放送中のテリー土屋の車の話、
こちらもぜひ見てください。東京 FM から土屋圭一がお届けしてきました土屋圭一の車の話サポーテッドバイプレソフィア、まあ、この辺でねもうそろそろお時間ですけれども、はい、上川さんありがとうございました。ありがとうございました。今さんも次もよろしくお願いいたします、はい、ぜひレギュラー目指します。はい、車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド、改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。